こんにちは。今回は氷川きよしさんのコンサートやイベントなどについてや、開催中止となってしまった夜桜演歌祭りの代替スペシャル番組で、氷川さんが語った現状とファンへの思いなどをまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。演歌、ポップス、ロック、シャンソンや洋楽カバーと様々なジャンルを歌いこなし、活動の幅を広げ続けている氷川きよし。たびたび自身も得意な料理に例えて、和食しか出さない料亭だとファンは思っているようだが、実際はレストランであり、これからは和食を提供してきたが、今後は洋食も出すようにするなどと話していたが、6月にはポップスやロック曲のみを集めた自身初のアルバムも発売予定で、どっちも美味しいですというレストランをさらに推し進めていく予定のようだ。その結果、演歌だけでなく、アニソンフェスなど、多くの別ジャンルのイベントにも進出することに成功している。毎年、一年中、コンサートやイベントに出演し続けている氷川だが、昨年は20周年ということもあって、輪をかけて多忙な一年だった。8月には自身2度目となるアニソンフェス、アニメロサマーフェス2019に出演し、シースルー素材でネイルまで真っ黒なヒゲたちのブラックきよしスタイルで限界突破サバイバーなどを熱唱。2万8000人の観衆からは大歓声はもちろん、きよしその声援や、いつものコンサートのような黄色い悲鳴ではなく、男性の竹々しいコールが響き、氷川も好青年のイメージでおとなしくしておかなきゃいけないのかなと思っていましたが、好青年なんですけど、そろそろロックとかポップスとか好きな音楽でメッセージを送りたい。氷川きよしも頑張っているから、自分も頑張ろうと思う人が一人でもいてくれたらいいなという気持ちで歌っています。自分より年下の方に少しでもそういうメッセージが送れたらいい。みんないろんな悩みがあると思うんですが、その悩みに勝っていただきたいとの思いを語っていた。バラエティ生活上百科にゲスト出演した際には、手作り弁当を披露した山内圭介と共演し、得意な料理についてもトークを展開していた。また昭和、平成、令和の3世代で楽しめるをテーマとした夏祭り日本の歌では、限界突破サバイバーを苦手という高所での歌唱に挑戦し、宙を飛びながら熱唱。思い出のメロディーでは、沢田研二の TOKIO を歌唱する際に当時そのままのパラシュートで登場し、大きな話題も呼んだ。衣装という意味では、ヤクルト対阪神の始球式も大きな注目を浴びた。ショートパンツからずらりと伸びる美脚にネットも騒然。驚愕の声から羨ましがる声まで多くのコメントが殺到していたり、
20周年にちなんで20時間のラジオジャックを行っていたりと、話題にも事欠かない。午前5時開始のおはようテラちゃん活動中から翌日の午前1時に終了するレコメンまで、各番組に氷川が登場し、生出演からお天気キャスター、CM まで、まさに氷川尽くしの一日となったこのラジオジャックには、ファンたちにとって夢のような時間となったことだろう。しかし、多くのイベントを成功させて終えた20周年の直後、現在の氷川は、他のアーティストたち同様、活動をかなり縮小せざるを得ない状態に陥っている。ライブやコンサートはすべて中止か延期。テレビ番組の出演も減少気味だ。しかし、そんな中でもネットなどを介して多くのイベントを開催している。8日には開催予定だったコンサート夜桜演歌祭りが感染拡大の影響で中止になったことから、公演を楽しみにしていたファンに少しでもステージの雰囲気を楽しんでもらえればという意図で特別番組を YouTube チャンネルで配信。氷川や山川豊から9人の歌手が1人ずつリレー形式で出演し、近況報告や新曲のミュージックビデオをファンに届けた。年に一度桜の咲く時期に東京23区を1カ所ずつ回っていき、売り上げの一部を開催した区に寄付するというチャリティー活動も合わせたながらグループの春の恒例コンサートイベントで、21年目を迎えた今年は足立区西新井文化ホールにて開催を予定していたが、中止になったことで公演を楽しみにしていたファンに少しでもその雰囲気を楽しんでもらいたいということで実現したという。司会の西より東が各アーティストを順番にインタビューする場面では、氷川は1ヶ月以上もコンサートステージから離れていることに衝撃を受けている様子で、あまりにもコンサートがなさすぎて、コンサートを続けていることで自分のバランスをとっていたんだなと感じています、と肩を落とす。しかし、でも今は休んでいるわけじゃない、次に何をしようかといろいろなことを考えています。無駄にしている時間じゃない、などと元気に話し、6月9日のポップスアルバムパピヨンボヘミアンラプソディにも42年の思いを濃縮したアルバムですとアピールしていた。苦しい中でも盛り上がりを見せる演歌歌謡界、加えて氷川には演歌以外の武器もある。これからもさらに広い分野でのフェスやイベントなどでも活躍し続けてくれることだろう。これからも応援し続けていきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。